アイザック・ウォッツ・アイザック・ウォッツは、イギリスの牧師、賛美歌作家である。イギリスで、初めての創作賛美歌集を出版。イギリス賛美歌の父と呼ばれる。今日でも、世界的に愛称される、クリスマス・キャロル・ジョイツ・ー・ザ・ワールド、モロビと小ゾリテの作詞者である。1674年に、サウサンプトンに被告京都の家庭に生まれる。1681年頃、 7歳より因文を作り始め、1692年の18歳より創作の賛美歌を作り始め、1707年、イギリス最初の創作賛美歌集を出版し、生涯で600編以上の賛美歌を作った。国教会の大学に入る権利を放棄して、非国教会の私学で学び、1701年より22年間、マークレイン教会の牧師を務めた。 彼の作詞した賛美歌、栄の主、イエスのは、英語で書かれた、最も美しい賛美歌、真のキリスト写真上の音調と言われる。また、1741年に出版された著者ザ、インプルーブメント・オブ・ザ・マインドは、聖本屋で見習いをしていたマイケル・ファラデーが、後々手に取ることになり、彼の人生に大きな影響を与えた一冊となった。ありがとうございます。